お釣り怖すぎてどうしよう、スタッフさん殴っちゃったらいやーとか言ってオラーって殴っちゃったらどうしよう。ちなみにね、祭りのお母さんもね、ママ祭りもね、戦慄迷宮入った時あって、なんか途中でリタイアしたらしいんだけど、あの靴がなくなったんだって一足怖すぎてね、何がなんだか分かんなくなって、お父さんとデートで行ったらしいんだけど、なんかそれでなんかお父さんにおぶられて腰抜かしちゃっておんぶしてもらって出てきたんだけど、靴がなくなってそうそうそう、だから祭りも靴脱げてどっか行っちゃうかもしれないで、お化けたちに探してもらったらしいうん、うん、お化けたちが探して持ってきてくれたんだってそうそう、だから祭りもきっとね、なくす自信しかないいいお化けだったでももう怖すぎるもんな、すごいよな絶対祭り。祭りさ、どんだけお金がなくなってこの仕事以外ないですって言われても、戦慄迷宮のお化け役だけは無理絶対に無理、うん、